どうも、投稿者代理の高橋です。アンポモンだ。今週のコンタツ用の車をいじっているよ。そのままでは出られないのか。マッスルカーレースだから車種的には OK なんだけど、性能が足りていないのよね。どうしても79年モデルのカマロで出たいんだ。そんなに気に入っているのか。まあ格好いいからね。確かに随分とごつくて強そうだな。実際にこいつの初期のモデルは結構早いんだけど、環境規制等で年々パワーダウンしちゃって、このモデルは大したことないんだ。でも、フォルツァシリーズならエンジン乗せ替えたり下級機つけたりして、最新のマシンと戦えるように仕上げることだってできるんだ。安定して速いマシンとなると、新しい方がいいけど、好きな車で戦えるってのはいいよね。それに今作は車いじくりながら、どんな音になるのか確かめられるのがいいね。こいつの場合、エンジンが純正だと、排気管変えた時いい感じになるからこっちがいいかな。パート1の最後で手に入れた家の前で、撮影するミッションをこなしてから、いざ、マッスルカーレース。掘り出し物の情報が来ているぞ。レース会場からあまり離れていないし、ついでに探しておくか。無心なところにボードがあるな。ということは、大人の事情で伏せてるけど、映画ブリッドに出てきたマスタングだね。実際メキシコで映画で使われていた個体が見つかったそうで、なかなか面白いことするな。こいつでレース出てみたらどう？レースに間に合わないから、治ったら何かの機会に使いたいな。さてレースの始まりだ。悪天候の中、古き良き時代のアメ車が競い合う。いいシチュエーションだね。もしかしてこの手の車が好きなのか。そうだよ。特に90年代までのアメ車が好きで、フォルツァシリーズやり始めたのも、その辺の車種が充実しているってのもあるかな。メキシコってロケーション的にその手の車に合いそうだし、もっとその当たりのアメ車増やしてくれたらいいなって。あんたの趣味なだけだろ、それ。あ、はい。2周目でなんとか12台中6位。ラスト1周で3位。勝てるのかこれ。実を言うと、このゲームの AI は難易度が高いと、上位の連中がインチキ加速するんだ。そういえば、前の連中やたら速いな。自分が下手なだけかなと思ったけど、周囲もその仕様に苦言を呈しているようで。だからね、AI 相手に正々堂々なんて意味ないのよ。目には目を、歯には歯を、インチキにはインチキを。開き直りやがったかも。カチャいいのよ、カチャ。どうレースするかは人それぞれだ。そんなんだから、オンラインでは感想すらできないんだろ。全く否定できないけどね。こんな調子で他にレースもこなしていったよ。このレースだけかもしれないけど、 AI はコーナーが異様に遅いから、綺麗にテールスライド決まったら一気に追い抜けそうなのよね。それでも AI の認識具合に悩まされているようです。まあそうなんだけどね。どうにかなってほしいね。あとこのレースシリーズ、どれも土砂降りで始まっていい天気になってゴールって流れいいよね。雨上がりが綺麗だな。そうそう、本作になってから光の表現がさらに綺麗になった感じ。好きな車でいいシチュエーションだったから今回は楽しめたな。今後こんな感じだったらいいんだけど。続いては共闘レースだね。みんな同じ車だな。 A クラスのランドローバーが今回の規定なんだけど、どうもみんな用意できていなかったみたいだね。こいつ以外改造しないとエントリーできないから仕方ないけど。それはそうと、前らしからぬシチュエーションやぞ。なんかこう、さっきまで乗っていた車みたいなのよね。重たい V8 マシンに乗っているせいかもしれないが、ガンガン走らせるのが楽しい車だな、これ。言ったのか。いや、最近の SUV は形があんまり好きじゃなくてね。面倒くせえ趣味だな。あと今週から追加されたチャレンジ、宝探しもやるよ。前作の DLC から実装されたのだけど、指定されたお題をこなしたらお宝が出てくるシステムなんだ。掘り出し物みたいだな。実際そんなもんだね。車以外を探り当てるわけだし、掘り出し物と違って特に脈絡もないところにあるから、そのわけ難しいかなって思うけど。脈絡あってもさまよい続けるだろ。実技は掘り出し物の9割はそんなので数十分間さまよい続けているけど、いかにもな宝箱開いておしまい。あとはスタントやったり他のレースやったりして、今週のコンタツは終了。随分とざっ
くりしているな。まあやっていることはどれも大体同じだからね。前回のビートルをめぐるストーリー進めていくよ。また凄まじいスピード出しているな。しかもこの後ドリフトやったり、スタントしながら見せるポイントを稼ぐとか、まあかはちゃめちゃやっているね。でも最後は、のんびり写真撮影して終わりらしいね。とは言っても相変わらず、変なところ走っているな。かなり無茶しないとタイム的にきついからね。ビートル貰ってミッション完了。新天地目指して、次のフェスティバル会場を作るミッションやるよ。火山の観測か。しかもチクチクマシンなラリーカーでね。結構入り組んでいるコースだし、これはこれで楽しいけど。河口に着いたな。遺跡探索と同様にミッションがあるね。おいおい、どこへ行っているんだ。独行という文字が見えたからつい。まあアコレードが稼げないだけで大して影響はないんだけどね。ここからバギーで山を下ることになって、画面的にゲーム冒頭のシーンを思い出すね。エースに乱入してるな。これも冒頭のシーンにやったね。さっきカットしていたやつだな。無事レース終わらせて新しい会場ができたね。会場の解禁と同時に新しい家が買えるからそっちやってお開きといくよ。家を買うと何かいいことあるのか。いろんな要素が解禁されるんだ。この家だと掘り出し物の情報があるらしいね。もしかしてこの物件の元所有者の車とか。ありそうだね。円の中心に不自然な道があるな。まるで探してくれと言わんばかりのところだね。というわけでマークして向かうことに。これまた変わった車だな。前回拾った GMC ジミーだね。車高が高くてオフロード走りやすいのと、見た目がメキシコに似合っていて気に入っているんだ。探索にはもってこいだな。と、どうやらビンゴみたいだな。今回拾ったのはルノーキャトルだね。これまたマニアックな車来たな。一応メキシコで作られていたからみたいだね。こんな感じで日産、ツルヤニュービートルとかメキシコで生産されていた車欲しいね。ただそんな一般車どれくらい需要があるんだろう。言われてみればそうだけどね。ではこの辺でお開きにしましょうか。さて今回もブラブラ流しながらおしゃべりするよ。前回再生、コメント、いいね、グッド、マイリストをしていただきありがとうございます。堀さん、ニコニコ王国ありがとうございます。今回もコメントいただいているので返信していきます。ボツ、ありがとうございます。動画制作の励みになります。 FH4 はコンタツやってなかったけどプレイ時間少ないと厳しそうなのがね。原作は発売してから結構経ってからなので、発売直後いきなりやるのはちょっとなぁと思います。ある程度進めている前提でチャレンジやらせるので、案の定参加できないチャレンジあったりするんですよね。まあ幸い入手困難な車が週に1台あるだけだから、そのあたり緩和されてよかったなぁと。しかも今週はゲームマネーで買える車が景品だったな。全く気がつかず無駄にチャレンジやっていたなぁ。故障車運んでるのに洗い道走っていくのくさ。巨大な掘削装置を横転させたり、鉄骨ぶちまけても大丈夫な配達ゲームがあるので問題ないです。発売日に実写でやってる動画を MS が4つでに上げてたぞ。パート1についていたコメントですね。古い BMW に乗ったタクシードライバーがまるでホライゾンの世界にいるようなシチュエーションに巻き込まれるという、どんなゲームなのか分かりやすいいい CM ですね。ちなみに過去にはスーパーカーでオフロード走らせたり、マイクロソフトなかなか面白いことしますね。さて今回の動画はここまでです。皆様ご視聴ありがとうございました。次回があったらまたよろしくお願いします。では。